こんにちは。ぶっさぶさになっちゃった。今日はとても暑いです。おはようございます。ちょっと時間がないので15分だけになりますが、準備配信をお付き合いください。なんて準備配信になりますっていう。お昼は食べてないです。今日朝起きてから何も食べてない朝起きてから何も食べてないです。なぜなら、なんでだと思いますか？なぜなら理由があります。なぜなら理由がございます。なんでならね、若干胃もたれしてるっていうのと若干胃もたれしているっていうのと、あとこのあとスタジアムの応援に行くんですけど、美味しいものを食べる気満々ですので、はい、感じでございますね。胃もたれでしたね。胃もたれ良くないよね、本当にね。胃もたれっていくつやねん。この年齢でもなりますよ。この年齢でもなります。多分ね、一気にこうね、食べ過ぎるとダメなんですよね。私なんか前噛まずに食べるっていいじゃないですか、私言ったじゃないですか。あんまりよく噛んで食べないんですよ私。多分そういう、それも原因かもしれないね。昨日はなんか食べ過ぎたというより多分勢いよく食べ過ぎた勢いよく食べ過ぎたみたいな感じですかね。勢いよく食べ過ぎた、はい。これ止まってないよね。皆さんも気をつけてくださいね。胃もたれには、胃もたれには気をつけてください。
売れちゃった。What's time? 皆さん、今何時ですか？あ、待って、あるかも。あ、充電がなかった。ありがとう。Thank you, thank you。牛タンメンね、全然食べれてないね、最近。買わないと内臓に良くない。はーい。はーい。生野菜食べても足りにくい。ありがとう。ちょっと野菜食べます。はい、野菜取ります。ちょっと眉目薄すぎたかな。もう巻いちゃおう。飲みすぎ、食べすぎ。飲みすぎではない、私あんまり飲まない。食べすぎです。え、てか明日からめっちゃ雨じゃないですか。明日から、皆さん台風が近づいてるみたいなので気をつけてくださいね。本当に。え、なんかさ、ショールームおかしいよね。だよね、おかしくなってるよね。なんかさ、コメントがおかしいんだよね。コメントが拾えない。おかしい。みんな見れてる？みんな見れてる？こんにちは。コメント打てない。なんで電波が悪い？あ、見えてる。あ、戻った戻った。なんかめっちゃコメントがループしてて怖かったんだけど。アプリ落ちてた。え、私はめっちゃ配信されてたけど、なんで？大丈夫かしら？大丈夫かな？通信エラーが出てた。ショールームが全体的におかしいんだ。どっから聞く？え、見れてなかったってこと？めっちゃ私一人で喋ってたもん。めちゃめちゃ一人で喋ってるけど、でもなんかコメントが全然来なくて、あれみたいな。めちゃめちゃ恥ずいやつじゃん。サーバーも胃もたれて、そんなうまいこと言わなくていいから。あ、映像流れてた。そういうことね。え、コメントが流れてこんかったからさ、一瞬あれと思って。まあ大丈夫しよね。大丈夫しよう。5分ぐらいおかしかった。これは配信されてないのかしら。でも配信されてるよね。見れてるってことは大丈夫よね。
パソコンはずっと見れてた。あ、よかった。まあなんかスマホだとなんか接続がどうこうみたいな感じなのかな。まあでもね、これが配信されてないと私がやった意味がなくなってしまう やった意味がなくなってしまいますので。髪が綺麗になってる。いつの間にか綺麗になってます。サーバーが不安定だった。まあそういう時もありますよね。しょうがないですね。急いでます。急いではいる、急いではいるけど、チケットもらえるチャンスくれますかショールームさんくれますか。ショールームさんの不具合なら。でもさ、私は配信できてたからどうなんだろう。お願いします。見てないと思いますけどお願いしますチケットお願いします。言えばくれるんじゃないね。福祉コートですって。不具合チケット、まあ、たまにありますもんね。てかもう時間だよね。今絶対時間ですよね。応援隊頑張ったね。ありがとうございます。はい、まあ、応援隊の前に今日はダービーがございますので、当てていい気分で皆さんにお会いできるのを、まあ、リアタイできないんですけど、リアルタイムではちょっとレース見えないんですけど、ちょっと頑張りたいなと思います。はい、ちなみに私の本命はルメールジョッキーから、はい、スキルウィングから行こうかなと思っております。はい、でなんかデータ的にね、青葉衆組はあまり良くないらしいんですけど、まあでも内枠で、まあなんだろう、中段あたりからレースしてくれれば差し届くんじゃないかなと、まあ、今回ねちょっと前目が有利になってしまうと思うんですけどけどさすがに三着までには来てくれるでしょう。でもね、過去20年ぐらいでね、1着2着00だった気がするんだよねさっきは前残りでした。やっぱ前残りですよね。まあなのでちょっと、まあ、あとルメールジョッキーがファントムシーフじゃなくてこっちを選んだってことでもあるので、そこを信じて、はい、ちょっと、はい、私は本命は C コースに変わったから前が止まらんね。やっぱそうですよね。あとシャザーンが気になってる。私はシャザーンが気になってます。でもあの馬は結構中山向きだと思うんですけど、あ、中山向きじゃない、中山向きじゃなくて東京向きだと思うので、はい、ちょっと前走ね、皐月賞でちょっと悔しいレースだったなと。ちょっとシャザーンわかる。そう、なんかちょっと幅が広い馬なので、まあ広い東京コースのが合うのかなと思って、いいポジション取ってレースしてくれたらね、馬券内はあるのかなとちょっと気になっておりますということで皆さん行ってきます。バイ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 